それなんで？なんでなんでそれなんで？エネルギーのそれなんで？第1話、エネルギー自給率編。皆さん、日本のエネルギー自給率はたったの 12.1% しかないんですよ。ママ、エネルギー自給率って何？たったの 12.1% って何？そうだ、パパに聞こうかしら。教えて、パパ。やあ、パパだよ。エネルギー自給率とは、電気や車の燃料などの元となるエネルギー資源のうち、自分たちの国内で取れるものは何パーセントくらいあるかを示したものだよ。へえ。このエネルギー自給率が日本ではわずか 12.1% しかないのさ。なんで？それはね、日本は資源に乏しい国だからなんだよ。資源のほとんどを海外からの輸入に頼らなきゃいけないんだ。じゃあ日本ってうちみたいだね。だっていつもおじいちゃんからお米を送ってもらってるもんね。おじいちゃん。エネシロ系。